2024年 JR セントラルリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ、ただいまよりホーム開幕セレモニーを執り行います。まず初めにセレモニーを盛り上げてくれるのはタイガースの Thank you.
貢献ができるということの、まあ、喜びと、本当に優勝したことによってチーム自体がどういう作戦だったのか、なんとかチーム上がって連覇を目指して頑張っていきたいなと思っています。球団初の連覇というのは、これはみんなは、ね、そう願っていることと思うし、まあ、一番の目標と思うんですけど、まあ、とにかくチームで一丸となって連覇というのは向かっていく、そういうシーズンになると思います。ペコとゲリナッツです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今シーズンですね、阪神タイガースのスタメン紹介前の BGM、なんと光栄なことに僕たち2人で担当させていただいております。はい、自分あの子供の会入ってて、平日のゲーム見に行って帰りの車内で宿題やってたぐらいには熱心だったので、その気持ち結構込めたつもりです。よろしくお願いします。そうですね、選手の皆さんもファンの皆さんも、背中を押すような楽曲に仕上がってますので、今からその楽曲パフォーマンスさせていただきます。今から始まる開幕戦、ここにいる全員で盛り上げていきましょう。それでは聴いてください。ゴーストThank you.
ホーム開幕を盛り上げる素晴らしいライブ、そして見たことのない驚きの光の演出でしたね。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。2024年 JERA セントラルリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ、コーチ、選手、監督の入場です。先攻横浜 DeNA ベイスターズ、コーチ、鶴岡健次郎、Thank you.
ただいまから国歌独唱を行います。両チーム審判員の皆様はバックボード、スタンドの皆様はご起立、ご脱帽の上、バックスクリーンの国旗にご注目ください。本日国歌を歌っていただくのは、1993年に紅白歌合戦初出場から昨年2年8回目の出場、